Let's rock! 前作同様、エディと分身の同時攻撃は健在。特に置き攻め連携は非常に強力である。エディと分身の同時攻撃はあらゆる局面で強力無比。2対1で攻め立てよう。なお分身がいないときはしゃがみエースで追い払うといい。攻めの同時攻撃でガード不能を2回行うものを紹介しよう。まずは全体の流れから。では前半部分のポイントを2つ説明しよう。まず1つ目は HS で分身を召喚した瞬間に素早く D ボタンを押し続けること。その後は D を離しながらダッシュ。そのままタッチ K でガード不能を狙おう。2つ目のポイントはシャドウギャラリー中にドリルスペシャルを設置することでドリルスペシャル発動までの時間を稼ぐところだ。次は後半部分のポイントだ。ここもポイントは2つ。まず1つ目はシャドウギャラリー後にブレイクザローで相手の背後に回るところ。背後に回ったらすぐに垂直ジャンプをしていこう。もう1つはジャンプ K から浮遊しつつジャンプ S でガード不能を狙うところ。ドリルスペシャルが下段部分と重なってガード不能になるのだ。2段ジャンプが浮遊になるエディ。浮遊中は空中を自由に飛び回れ、なおかつ空中ガードも可能だ。浮遊は相手の攻撃を無効化しやすいため、ひたすら逃げ続ければこのように分身ゲージの回復時間を稼ぐことができる。エディを使う上で大変重要なテクニックであろう。